おいっす。おいっす。お疲れ。あ、お疲れ。あ、あ。無言お疲れ。おう、誰お前。新入隊の子だ多分。あ、そうなん。うん。なんかやるさやなお前。普通に誰。クリちゃんバックレ。ほんまおらんやん。頑張りましょう。おう、頑張ろう。頑張ろう。おう。よろしくな、しんちゃん。よろしく。なんかこいつ生意気じゃね？何が？なんかこいつ生意気じゃね？いやでも俺も今日初初対面なんよ。あ、そうな。結構初対面ガチで。え、今日新入隊やんな。新入隊っていうかまあまだ入隊だ。まだ仮入隊。普通に白落とした方がいいよこいつ。じゃあ待って。白さんでも強いんでしょこの人。めっちゃ強い。ちょっとあの多分こいつ人間的にちょっと欠けてる。どうやった？あ、待って乗ってない乗ってない。え、これどこ行くの？いや、任せる。これレイ君でいいよね、呼び方。はい、レイ君で。なんでレイなん？ちょ、俺だけ教えてや。いや、なんでやろ。でもなんか最近さ、俺もあんま分からないけど、なんか新入隊とか仮入隊結構コロコロ変わってない？いや、そうなよ。やっぱシノンのさ、そのパワハラがあんま良くないらしい。結構不満出てる。シノンってそんなパワハラしてんの？えぐい。なんか結構暴言とか言うらしいよ。俺もともと選手だったやん、ちょっとだけ。うん。なんか、しばらくたまに復帰したりやったけど、うん。シノンさんから結構言われることがあって、結構、それでやんで、やめたっていうか。いや、そう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 。誰あぶちくんもそうやし。なんかよ。いや、やっぱ、こう、新入隊の子とか結構、コロコロ変わってるのは、もうまずシノンのパワハラのせいって言ってたよ。違うって。で、レイ君は、誰が好きなの、芝刈り機で。一番。え、芝刈り機。うん。俺だよ。お前押せんだよ、お前。いいね、トリさん。バックル野郎が。トリさんガッチ好きっすよ。バックル野郎が。すいません。ぶっ飛ばすわ。おい、で、キル数勝負しようや、俺とこのゲリラ。いや、負けないっすよ。マジ？そんな自信ある？ほら、上やんけ。しのさん、これどうしたらいいの？いや、これまた下寄る可能性全然あるよ。ないやん。え、ないでしょ。ないか。いや、投げにしも表すよ。え、っていうかさ、レイ君さ、メスト勢じゃないの？メスト勢。どう？メスト勢。メストの大会出とけよ。いや、うるさい。それだけは言っちゃダメっしょ、ゲリラ。いや、ごめん。いや、普通に生。メスト勢がゲリラの枠に入ってくるんだよ。一緒にゲリラ行ってんのに、そういうことあんま言わんといてほしい。ごめん。まあ、ピキになって、いちいち。ガキが。黙れ、殺すぞ。おい、シノン、今の芝刈り機どんな教育しよんな、お前。まあ、まだ接し方が分かってないんかも。お前、接し方分かってないとかいうレベルじゃないから。接し方が濃すぎて合わせてるし。普通に握手くんだよ、お前ごときが。フゲさんのノリが、うっとうしい。お前がうっとうしいよ、俺が、ギャ。イライラくんな。なんだ、お前。イライラくんな、草。コンってイライラは。なんでこんくさいてるよ、こいつ。まあでも若いから知らない。その辺は、しのさんが教育してあげると。いや、やっぱ若さで許されることと許されんことって結構出てくると思うな。これどう思う、無限的には。ん？許されん。え、普通に俺、これ、ま、お前が撃ってくんなだけや、クショガー、これ。殺すぞ。そんな切れる？こいつさ、俺が乗ってる車撃ってくるよ、俺。いや、体型削れんよ、今。嵐や。やばくね？やってることさ、そのうち、撃ってくんなっつってんの、お前。体重削らんすよ。削れるとか削れるとかの問題しちゃうやろ、普通に考えて、お前。鬱陶しい。会おうか、お前。なんだ気悪いだろ。黙れよ。お前が黙るだけおい、お前、こいつ、お前、マジで、口の利き方直さんかったら、お前に持っていくからな、ケツ。お前リーダーやから。普通に。はぁ。はってないよ、お前、こら。おい。呆れてるね、レイ君。俺の方が呆れたよ。え、なんなん？俺なんかこう、芝刈り機でそんな下の立場だっけ？なんかそんな仮入隊ごときのやつになんかそんな俺偉そうに言われる立場だったっけ？それはレイ君に聞こうぜ。どうなんだよ。どうなんで、その。レイ君がどういう認識してるからね、みたいなこと。そう。俺のイメージをちょっとお前言ってみ。安心したじゃん、無理さ。だから言ったやろ。ちょっとうるさいっす。お前うるさい。お前目ついてるんだよ。え、いる。あ、いる。これやらね。いや、トンネルもいる。あ、トンネルの中もいるの、これ。いや、トンネルの上にいる。あ、上か、オッケー。やった。トンネルの上にいる。
パクトンネルの上クソロ了解ナイト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 はお前うめえやんこれ多分車2台とも使えますよお前うめえやんいやうまいっすよおいお前うめえやんどうしたかあっお前これ気になってた今あ電動化最初のさあ乗っていいよ一旦それ六角いない六角いない了解乗ってみんのかもやばいこの耐久で切るかいやいけるついてこいやばいうっ待て危ない危ない危ないそのままそのままそのままかガチでかいそれはガチでかいお前ドルネイチオッケーオッケー無限ガチでかいそれはやばい無理おー無理だいやいけるいけるうわー裏向き無限無理無理無理無限無理これいらっしゃいいむけやばい待ってやった車あシャーンで出てないんやけどうっちょこれなレイお前が悪くねこれ無限ガチで弱いいらん取りそうだ俺ちゃうやろお前かけこらおいじゃあお前さマジでさ舐めすぎどのこと普通に気分悪いはぁ、あ、はってないこれはぁ、あ、普通になんか仮に言うたら思ってたんとちゃうわマジでなんか無限さん関係ないっすよいやなんかもうなんかしばかり機のしばかり機ここまで落ちたかっていう感じだもんね今完全にごめんなんかもう島のブランディングはもうなんかもう誰でも入れるようになったんかっていうごめんそれ言い過ぎだろいやマジでいやでも普通に強いんでしょいや強いだけじゃダメやん芝刈り機ってまあ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 強いやつなんかいっぱいおったやんこれキャラじゃないのこれいやこれキャラだったらほんまに痛いでいやいやガチですよこれガチだったらもっと痛いぞいやまあでも強くもなくて未だに残ってるザコで無能のやつよりマシじゃねいやーめっちゃ言えお前が一番きついな白の子いくマンションしたいオッケーもっとこれ針やむげん結構張ってる方やと思うやけどなこれお前マジでこれ結果出せんかったら普通に落ちるよあんま舐めんなよそんぐらい勢いは大事よ。確かに。まあ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 。口はなんとでも言えるしな、お前。まあダメだよ、ひどいな。正直。これ何日目、この人。3日目。え？大会ではこんなことないの？ないっすよ。マジ？俺一瞬で、一瞬でやるけど、マジでないぞ。マジで初めて聞いたぞ。ほんまに嫌いなんやな、無限。え、なんだお前、お前、キャラなん？ガチ嫌いっすよ。俺の方が嫌いなんや。ここに防弾ベストがある。え、じゃあ何が嫌いなんか教えてくんねえじゃん、逆に。いや、もうなんか、なんやろな。めっちゃ自己中やし。は？自己中ではないだろ、普通に。ガチ鬱陶しい。いや、何が鬱陶しいかって、だから家っつってんの。ああ。はぁってなんや、これ。いや、レイ、もうちょい喋った方がいいんじゃない？やっぱり、仮に言うたらやったら、もっとアピールした方がいいと思うで、普通に。5件目の方重点してる無視おい聞いてる車アンパン入ってるんですよね俺のいるんだけど最悪やったわあいる一枚シャン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 右シャン待って止まる止まる最悪ガチはもう最悪じゃないかなどっからあ待って右右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 上げてきてるわ待ってやばい、ご意見から。いや、きついこれ。後ろの方、寄った方がいい、寄った方がいい。いや、後ろのとこ、もうやるしかない、これ。いけるかな頑張れ、後ろが当ててる。長老、長老。ああ、やっぱ危ないの、パーティーだ。もう中心行った方がいいな、これ無視して。1枚やってる。アンチ決まる、アンチ決まる、アンチ決まる。これ1枚やってるよ。で、もう1枚やろう。見て、ガスに。これありだ。ガスに消えた。こや、こやいったら危ない。ガスに消えた。あーやばい。こや行きます。おい、新人。これ新人、新人で見せるときが来た。つかみ替え。新人、上から撃たれるよ。いや、撃たれた。お前やれんのか？あんだけお前言ってて。大丈夫か？大丈夫かお前。これ六角おったやろくね。ブレてる。あれだよ。
あのパーティー。はぁ、芝刈り機の代わりに言うたらこんなもんか。無限貸すしね。お前は死ねえガキ殺しだな、ザゴ。ザゴ、お前何したんや、今日のこの人。ごめん、無限。ん？これドッキリ。です。何の？ごめん、無限！何？ごめんなさい。え、何何何何？どれが何のドッキリ？実はこの仮入隊、嘘っていうドッキリです。あ、こいつ仮入隊じゃないの？そうです。何であれやねん。仮入隊ちゃうんか、お前。いや、それは置いといて、いや、ガチで嘘で、あの無限にタメ口ドッキリみたいな、仮入隊の雑魚がタメ口使ったらみたいな。しょうもな調子乗りました。え、ほんまにお前調子乗ってるで。ガチで調子乗りました。え、ガチで調子乗ってるで。めっちゃ調子乗ってた。ガチで調子乗りました。え、ガチでおマジでお前ほんまに哺乳体してポップアップ来たら俺ボコボコにしたろと思ったもん、お前の。え、シンプル無限さんめっちゃ怖かった。え、でもなんかあんな文句言ったけどさ、あれ、骨入ってるんちゃう？どう？今少しだけ入ってますね。お前殺すぞ。